第2回7番妻が夫に服装について相談しています。妻が明日使うものはどれですかねえ、明日の結婚式に着ていく服、どれがいいと思うこの青いスーツは先月の結婚式で着たばっかりだし、かといってこっちの黒のドレスはちょっと地味よね。 やっぱりこのの花柄のワンピースかな。うーんそれなんか野暮で今一つだなこの間来たばかりって言っても来るメンバーは違うからわからないんじゃないかそれがその時の写真会社の広報誌に載っちゃったのよ社員同士の結婚だったからそうかじゃあ黒かそれしかないよなでも ちょっと暗くて葬式っぽくなるからなんか小物を加えたらそうね今からじゃ買いにも行けないしあるものでねねえ首に白い毛皮のマフラーするのはどううーんどうかなおめでたいパーティーなんだから首から胸の上の方は開けておいてアクセサリーをつける方が良くないか華やかなのがいいななんか持ってる うーん華やかなのはこれだこれとバラの飾りもつけちゃおうおすごいね上は派手になったけど腰のあたりがちょっと寂しいかなそのリボンをつけてみたらこれ同じ色だから目立たないわよじゃあ違う色のあるうんあるあれあれをつけようあいいね 妻が明日使うものはどれですか 第2回7番妻が夫に服装について相談しています妻が明日使うものはどれですかねえ明日の結婚式に着ていく服どれがいいと思うこの青いスーツは先月の結婚式で着たばっかりだしかといってこっちの黒のドレスはちょっと地味よね やっぱりこのの花柄のワンピースかな。うーんそれなんか野暮で今一つだなこの間来たばかりって言っても来るメンバーは違うからわからないんじゃないかそれがその時の写真会社の広報誌に載っちゃったのよ社員同士の結婚だったからそうかじゃ黒かそれしかないよなでも ちょっと暗くて葬式っぽくなるからなんか小物を加えたらそうね今からじゃ買いにも行けないしあるものでねねえ首に白い毛皮のマフラーするのはどううーんどうかなおめでたいパーティーなんだから首から胸の上の方は開けておいてアクセサリーをつける方が良くないか華やかなのがいいななんか持ってる うん、華やかなのは、これだ、これと、バラの飾りもつけちゃおうお、すごいね、上は派手になったけど、腰のあたりがちょっと寂しいかなそのリボンをつけてみたらこれ、同じ色だから目立たないわよじゃあ、違う色のあるうん、ある、あれ、あれをつけようあ、いいね 妻が明日使うものはどれですか 2> 第2回7番妻が夫に服装について相談しています。妻が明日使うものはどれですかねえ、明日の結婚式に着ていく服、どれがいいと思う この青いスーツは先月の結婚式で着たばっかりだしかといってこっちの黒のドレスはちょっと地味よねやっぱりこの花柄のワンピースかなうーんそれなんか野暮で今一つだなこの間着たばかりって言っても来るメンバーは違うからわかからなないいんじゃないかそれがその時の写真会社の広報誌に載っちゃったのよ。 社員同士の結婚だったからそうかじゃ黒かそれしかないよなでもちょっと暗くて葬式っぽくなるからなんか小物を加えたらそうね今からじゃ買いにも行けないしあるものでねねえ首に白い毛皮のマフラーするのはどううんどうかな おめでたいパーティーなんだから首から胸の上の方は開けておいてアクセサリーをつける方が良くないか華やかなのがいいななんか持ってるうーん華やかなのはこれだこれとバラの飾りもつけちゃおおすごいね上は派手になったけど腰のあたりがちょっと寂しいかなそのリボンをつけてみたらこれ 同じ色だから目立たないわよじゃあ違う色のあるうんあるあれあれをつけようあいいね妻が明日使うものはどれですか 2> 第二回七番 妻が夫に服装について相談しています。妻が明日使うものはどれですかねえ、明日の結婚式に着ていく服、どれがいいと思うこの青いスーツは、先月の結婚式で着たばっかりだし。かといって、こっちの黒のドレスはちょっと地味よね。やっぱりこの花柄のワンピースかな うーんそれなんか野暮で今一つだなこの間来たばかりって言っても来るメンバーは違うからわからないんじゃないかそれがその時の写真会社の広報誌に載っちゃったのよ社員同士の結婚だったからそうかじゃあ黒かそれしかないよなでもちょっと暗くて葬式っぽくなるから なんか小物を加えたらそうね。今からじゃ買いにも行けないし、あるものでね。ねえ、首に白い毛皮のマフラーするのはどううーん、どうかな。おめでたいパーティーなんだから、首から胸の上の方は開けておいて、アクセサリーをつける方が良くないか華やかなのがいいな。なんか持ってるうーん、華やかなのは。 これだこれとバラの飾りもつけちゃおう。おすごいね上は派手になったけど腰のあたりがちょっと寂しいかなそのリボンをつけてみたらこれ同じ色だから目立たないわよじゃあ違う色のあるうんあるあれあれをつけようあいいね 妻が明日使うものはどれですか 2> 第2回7番妻が夫に服装について相談しています。妻が明日使うものはどれですかねえ、明日の結婚式に着ていく服、どれがいいと思う この青いスーツは先月の結婚式で着たばっかりだしかといってこっちの黒のドレスはちょっと地味よねやっぱりこの花柄のワンピースかなうーんそれなんか野暮で今一つだなこの間着たばかりって言っても来るメンバーは違うからわかからなないいんじゃないかそれがその時の写真会社の広報誌に載っちゃったのよ。 社員同士の結婚だったからそうかじゃあ黒かそれしかないよなでもちょっと暗くて葬式っぽくなるからなんか小物を加えたらそうね今からじゃ買いにも行けないしあるものでねねえ首に白い毛皮のマフラーするのはどううんどうかなおめでたいパーティーなんだから 首から胸の上の方は開けておいて、アクセサリーをつける方が良くないか華やかなのがいいな。なんか持ってるうん、華やかなのは、これだ。これと、バラの飾りもつけちゃおう。お、すごいね。上は派手になったけど、腰のあたりがちょっと寂しいかな。そのリボンをつけてみたらこれ同じ色だから目立たないわよ。 じゃあ違う色のあるうん、ある。あれ、あれをつけよう。あ、いいね。妻が明日使うものはどれですか